ヘアーヘアーヘアーは主に1960年代後半から1970年代初頭にかけて上演されたミュージカル。オフブロードウェイでの初演は1967年。ブロードウェイでの初演は翌1968年。2009年3月からブロードウェイでリバイバル上演されている。脚本、作詞はジェームズ・ラド、ジェームズ・ラドとジェローム・ラグに。 ゲロメ・ラグニーの二人。音楽はガルト・マクダーモット、ゴアルト・マクダーモット。ブロードウェイにロックを持ち込んだ最初のミュージカルであることからロックミュージカルの元祖などと呼ばれる。舞台はベトナム戦争中のアメリカ。多くの若者が戦場に召集されていた。ニューヨークのヒッピーたちは自由な生活を謳歌していたが、その中の一人クロードに召集令状が届く。 そして戦争に行かないよう、仲間たちから説得されるが、若者サイドからの強い反戦のメッセージに加えて、当時のヒッピー文化をリアルに伝える作品となっている。ラブピース、ビーズフラワーズ、ビーイン、ビーインと呼ばれたヒッピーたちの衆、マリファナや LSD などの麻薬によるサイケデリック体験、トリップ感覚、フリーセックス、インド精神哲学の流行、 クリシュナ信仰などがそれである。またタイトルにもなっている、ヘア、髪を長く伸ばすのも特徴だった。現代には、ザ・アメリカントライブル・ラブ、ロック・ミュージカルというサブタイトルがあり、劇中でのヒッピー仲間のことを、トライブ、部族、種族と呼んだ。アメリカの若い俳優であるラドとラグニの二人によって作られた、この作品は、1967年ニューヨークの、 パブリックシアターで上演され、評判を得て68年にブロードウェイへ進出した。以後、72年までのロングヒットランとなる。ロック音楽とミュージカルの融合という斬新さ、無軌道な若者たちが繰り広げる劇、中には全裸シーンも登場するは十分前衛的であったが、当時のヒッピームーブメントと長引くベトナム戦争への反戦の空気も相まって、 世界各国で上演されるヒット作となった。劇の最初と最後の曲をメドレーにしてカバーした、フィフスディメンションの、アックウェリアス、レッドザサンシャインイン、輝く星座は、1969年のグラミー賞、最優秀レコード賞を獲得した。また、1979年には、ミロス・フォアマン監督によって映画化されている。2007年9月22日から24日の3日間、 セントラルパーク内のデラコルテシアターにてヘアー40周年記念を祝うコンサートバージョンの無料公演が行われた。演出は、その後のブロードウェイリバイバル版キャストも多数参加している。アンコールのレッドザ・サンシャイン・インでは初演時のキャストがステージ上に加わった。感劇チケットを求め大行列ができた。翌年には、 同シアターにて、2008年7月22日から9月14日の期間限定の無料公演として、パブリックシアター主催、パウルス演出、振付によるフルバージョンが上演。その後、このパブリックシアター制作によるリバイバル版、ヘアーはブロードウェイへ進出。あるハーシュフェルド劇場にて、2009年3月6日より、プレビュー開始、同年3月31日初演。 クロード役にギャビン・クリール、バーガー役にウィル・ス・ウェンソンなど、それぞれトニー賞主演団優勝、助演団優勝にノミネートされた。2009年グロードウェイリバイバル版、ヘアーは好評を博し、第63回トニー賞8部門ノミネート、最優秀リバイバルミュージカル作品賞を獲得。第54回ドラマデスク賞最優秀。 リバイバルミュージカル作品賞獲得。第75回ドラマリーグ賞最優秀、リバイバルミュージカル作品賞獲得。同リバイバル版、キャストアルバム CD は、第52回グラミー賞最優秀、ミュージカル賞アルバム部門にノミネートされた。同リバイバル版は、ほぼすべてのブロードウェイキャストを引き連れ、ロンドンのギールクッドシアターにて、ウエストエンド上演を果たす。 2010年4月1日プレビュー開始、同年4月14日初演。プロデューサーは、キャメロン・マッキントッシュと共にパブリック、シアターと、ブロードウェイ・アクロス・アメリカ。2010年10月21日から2012年1月29日には、アメリカナショナルツアー公演が行われた。2013年1月8日から5月5日まで、セカンド、ナショナルツアーとして、アメリカ国内及び、 カナダを巡演した後、2013年5月29日から6月9日には、渋谷光へ内東急シアターオーブにて、初の来日公演が決定している。日本にヘアーを持ち込んだのは、川添昭郎である、当時は川添翔太郎。初演は1969年12月、渋谷東横劇場。人気グループサウンズであった、ザ・タイガースを脱退していた。 加教家、罪を、クロード役に、また、ドイツで、バーガー役を演じていた、日本人俳優の寺田実を同役で招き、他のキャストは、一般公募でオーディションを行った。日本語での役詞を手掛けたのは、前出の三人、川添、歌教、寺田。メディアの注目度も高かったが、九百七十年二月、東京公演終了後に、川添、歌教、 寺田を主犯とする大麻パーティが行われ、大麻不法所持容疑で逮捕されるという事件が起きる。懲役3年執行猶予2年の有罪判決がなされ、これにより、その後に控えていた大阪公演が中止された。その後、当時のキャストによるレコードが発売されている。本公演でバーガー役を演じた深見隆作が1970年に名古屋、 京都、東京で無許可公演を挙行した。1973年には札幌でも63レースドラマティックカンパニーにより上演されている。奈良橋陽子の演出によりパルコ西部劇場などで上演された。音楽監督は竹川幸秀、荒川つとむなどが出演。1979年に公開された。監督はミロス・フォアマン。 プロデューサーはレスタ・ー・パースキーとマイケル・バトラー。脚本はマイケル・ウェラー。音楽はガルト・マクダーモットである。クロード役はジョン・サベージ。バーガー役はトリート・ウィリアムズ。シーラ役はビバリー・ダンジェロである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。